なんと鑑定価格は300万円。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。皆さん、1万円札って全て一緒だと思いますか？一緒だよね。もしかして偽札のこと言ってる？いえいえ、もちろん偽札のことではないですよ。1万円に限らず、お札には番号がついてますよね。中には、金運アップナンバーの1万円札もあるんです。もしかしたら、すでにあなたのお財布の中に金運を呼び込む1万円札が入ってるかもしれません。そしたら、その1万円札は、さらに多くの1万円札を呼び込んで、大きなお金が入ってくる可能性があるんです。見つけただけで大きなお金が入ってくる。前兆ですよね。今回は、そんな幸運の1万円札のお話と、そして保管の仕方や、また使うべき時はいつなのか、そちらを紹介していきますね。動画の最後には、1万円札がなんと300万円の価値がついた超プレミア価格の1万円札についてもお話をしますね。お札は出ていったり戻ってきたりして、その度にお札の番号が変わるので、定期的に今回の動画を振り返って幸運の1万円札がないか、ぜひ探してみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。まず、最初にお伝えしたいのが、幸運の1万円札って、1000円札や5000円札、また2000円札でもいけないのか、1万円札じゃないといけないのか、についてなんですが、他のお札でも悪くはないんですが、ただ、金運アップパワーが強いのが、やっぱり1万円札なんですよね。では、お金を呼ぶ幸運のお札の番号を発表したいと思いますね。一つ目が、お札の番号の末尾が QZ です。QZ はお金のお札の番号の中で最大の数字になります。QY とか QX もいいですが、最大の数字である Q とアルファベットの最後の文字である Z。この組み合わせが QZ で、お金を呼び込む力が最も強いとされています。宝くじの当選番号を探すみたいに、ぜひ一度お札を見てみてくださいね。二つ目が、お札の番号の末尾が 5Z、5Y、5X です。5という数字は他のお札を呼び寄せてくれると言われているため、この組み合わせも金運によくお金を引き寄せてくれます。先ほどの Q と一緒で、見つけたらとってもラッキーです。3つ目が、お札の番号の末尾が999といったゾロ目です。これは666でも555でもいいです。エンジェルナンバーでもありますが、ゾロ目が多いほどとても珍しいですよね。そして、すべての番号がゾロ目ならかなり金運アップにいいです。そして、4つ目は3と5と8の数字がすべて入っているお札です。3と5と8という数字は大切にするとお金に困らなくなると言われています。とても縁起のいい数字です。聖書に出てきたり、お釈迦様とも関係が深く、近年では小林聖寛さんが3、5、8を大切にするといいと言われていましたね。車のナンバープレートなどに使ったり、口座関連に使うと、なぜかお金が減らなくなったといった体験、たくさんある数字なんです。この3と5と8がお札に入っていると、とても縁起が良くって、順番は853だったり、385など入れ替わっていても大丈夫なので、大事なのは3だけなどではなく、3も5も8も3つとも入っていることです。あと、同じ数字が2つ以上入っていても問題ないです。風水では3が金運、5が帝王、8が最良の数字として意味を持っていて、3、5、8はいい方向へ発展していくと言われています。3、5、8が入っているお札が入ってきたら大切に取っておきたいですね。本当に宝くじの当たり番号探すみたいになってきましたね。ここまでがお札の数字についてなんですが、いかがでしたか？もし番号が入っていたら、ぜひ教えてくださいね。入ってなくても、これから入ってくるかもしれませんので、忘れた頃にこの動画をまた見て振り返ってみてくださいね。そして、ここからは金運を呼び込む数字を見つけた時にどうするのかについてお話をします。見つけた時はお金を呼び込んでくれるお札になるので大切に取っておきたいです。もしかしたらそれ自体が新規収入の前触れになるかもしれませんからね。そして保管する場合は自宅の北側に保管します。北側は風水では貯蓄を司るので北側に保管しておくことでよりお金を呼び込む作用が強くなります。もし金庫があるのでしたら金庫の中に保管するのもいいですね。お財布に入れておくのも悪くないんですが知らない間に使ってしまわないように注意をしてくださいね。あと折り目がつかないのもいいです。そして、もし使うとしたら、人のために使うと運気を引き寄せられます。特に358、数字が入ったお札は、人のために使うのが良くて、必要な時になるまで保管をして、そして人のために使う。358が2枚になったら、1枚は使うなどもいいかもしれません。例えば、結婚祝いのご祝儀。もうすぐ入学式なので、入学祝いとか。また、ご家庭に受験をしている子を抱えているお母さんやお父さんが、もしね、ご視聴されていたら、受験シーズンを乗り越えたお子さんをねぎらったり、食事に行ったり、友人やご家族、会社の同僚などにプレゼントにもいいです。また、一気にお札の番号を探したい方は、給料日などまとまったお金が入る日に引き出して探すと効率よく探せるのでいいかもしれません。最後に本当にあった1万円が300万円になったお話をします。昔、何でも鑑定する番組で A0000007A という番号を持つ1万円札が登場して、なんと鑑定価格は300万円という破格の価格がつきました。もともと左側が A で右側が A という番号は AA 券と言われていて、A0000001A は貨幣博物館に保存されているんです。それぐらいプレミアなんですよね。この AA 券の中でも数字が若ければ若いほどプレミア価格になるそうです。もちろん1万円札だけでなく1000円札や2000円札、昔の紙幣でも AA 券は価値がつきやすいらしいです。すべてゾロ目だったり、12345と数字が続いている番号もプレミア価格になりやすいそうです。あとは折り目がついていない。など綺麗な状態だったらさらにいいそうです。今度1万円札の渋沢栄一さんに紙幣が変わりますし、もしかしたら折り目が一つもないピン札の AA 券をゲットするチャンスかもしれませんね。ということで今回は金運を呼び込む1万円札の話でした。いつも近くにあったお札が金運アップするお札かもしれないですし、もしかしたらそのお札自体が1万円と書かれていた金額以上の価値に跳ね上がるかもしれませんね。そんなお金が知らず知らずのうちにやってきているとしたら、金運爆上がりのサインですね。今まで見てなかったけど、手元にやってきたのを知らずに使ってしまったかもしれないと思うと、なんだかもったいない感じがするので、お金が入ってきたら必ずチェックしたいですね。というわけで、お金を呼び込む1万円札とプレミア価格になる1万円についてのお話でした。もし手元にお金を呼び込む1万円札があったら、コメント欄で教えてくださいね。今日の動画がいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払って波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。